埼玉県高倉県っていうとこ。ずいぶん遠くから来たのに。待って待って、会話成立してないやろ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日から朝の体操に一郎さんが加わりますってことないけど。今日から朝の体操に私も参加します。私、よく見ていてくださいね。そういうことか。待って、今回の世界戦で出会ってないのが普通におる。ねえ、おるよ。え、てかさ、そこ二人姉妹じゃないわ。夫婦で参加するのに子供二人は参加せんの。どういうこと？どういう状態？ねえ、よその子は参加してるのに、マサオ？マサオやった？マサオくんは普通か。では、いただきます。いただきます。最後の人、いただきます。ご飯じゃない？多分。朝は涼しくていいでしょう。ここに来て初めての朝ごはん。ほら、初めてじゃないぞ。しんのすけ、夜中に夢でも見たんじゃないか。習慣で。さてと、ごちそうさまでした。悪魔博士も普通におったしね。体操。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おはよう。サブロー、新しいの来た。新しいの来たよ。三兄弟。おや、知らないお兄さんがやってきた。知らない人なのかどうかもちょっと判断しづらいんやけど。あれ、この子は誰？一郎さんは髪の色が違うんかな。なんか微妙に違うような気がするんやけど、黒髪やった。僕の名前はサブロ。黒金髪茶髪ってことかな。ヨヨちゃんの日の山食堂、なんか穏やかな感じの部屋ね。いつも風が通ってるし、昼間ここで働いてんだ。マジで今まで見たことないけど。前回の世界戦ではおらんかったってことか。暇な時にこの店で本を読むのが好きなんだ。ほう、なかなかの好青年のようですね。すごいゆっくりゆっくり話してくれる人やね。うらら、野原しんのすけ。元気いっぱい。おかえり。今週はまだ旅行中だったんじゃないの？うん、でも恐竜が出てきたって聞いてみんなが心配になって帰ってきたんだ。もしかして前の世界線ではまだ旅行中やったとかそういうことかな。わからんけど、もっとゆっくりしてくればいいのに。早く帰ってきて店を手伝った方がいいだろ。でもじゃあ恐竜はつい最近出たんやね。うん、じゃあ明日からまたお店に来てね。うん、わかった。今日からではないんやね。まあ、帰ってきたばっかりやったらしんどいか。お兄さん、これできる？ブリブリーブリブリー。ちょっとだけ成人。お、そしていつもの縄跳び？今度練習しておくよ。え、縄跳び？あんな動きやったっけ？ケンケンパしよる？今日は暇なんだけど、一緒に散歩でもするか？お、3歩と言わず4歩でも。そういうことじゃないよ。じゃあ僕は家に寄って荷物を置いてくるから。霧島ストアの前に集合ね。カレー屋さんの隣だよ。知ってる。恐竜に踏まれないように気をつけて。なるべく道の端っこを歩いてくるんだよ。ほほーい。すごいゆっくり走るね。さあ、霧島ストア前に行く前にちょっと。やっぱり違うよね。前回縄跳びやったよね。ケンケンパンになっとる。頭ちゃんって本当に頭がいいのよね。あの子は女の子なんだけど、キネは同じ女性としていろいろと共感することが多いわ。マジで恐竜に共感とかできる？私、家で飼いよる猫とかメスやけど、何も共感するとこないけどね。え、なんで頭ちゃんが女の子だって分かったかって？もうすでに名前が付けられている。それは女の勘よ。そういう。最近僕らは恐竜と仲良しなんだ。ここから手を振ったらあっちも振り返してくれるよ。気のせいだって？そうかな？うん、そうやと思う。何を振り返すんやろ、頭？ってことか？どうした？なんか考え事？何やってるの？昔お母さんに読んでもらっていた絵本のことを考えていたの。なんかそれが重要になってくるんかな？ずっと言いよるよね。あの本どこにしまったんだっけな？
そういえばしんのすけは新作メニューのヒント頑張って探してる？どうやって探すんすか？うん、お探し中だぞ。マジで？ラロコはこの辺の名産のスイカがいいと思うんだ。新作メニュー、スイカ？スイカってどういう感じにアレンジする？そのまんま食べるぐらいしか思いつかんねえけど。しんのすけはスイカを覚えた。スイカを覚えた？どういうこと？ありがとうございます。スイカを覚えたって何？これで新メニューも絵本もバッチリ見つかると本当にいいね。そうですな。うん、まだなんか悩んでそうやけど。お、端っこを歩いて行きます。やりますね。なになになに、大きくてかっこいいぞ。あ、潰されそうやったんかな、もしかして。めっちゃドアップ待って、通りたいけど道が見えない。はい、霧島ストア前。お宅見慣れない顔だね。初めましてか。どっから来たの？埼玉県高倉県って言っとこ。ずいぶん遠くから来たんだね。会話成立してないやろ。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと。いや、まだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ5歳。おや、これも以前と同じ展開です。前回も選択肢あったんやっけ。山田もっとちゃん、しんのすけのことを全然覚えてないのかな。まあ今回会った人たち誰も覚えてないしね。新しい人たちもいっぱいおるけど。あ、来た来た。どうも。てか家どこなんやろ。なくない？来た来た、ちびっこ、やっと来た。ちびっこ、何、どこに行くんやっけ。散歩か。もう記憶がね。ここから川ビルの道に降りていけるのは知ってる？うん、知ってる。ん？知ってたっけ？降りていけたっけ、そんな方。わからん。ほい？お、ここは来れんかったとこじゃない？ねえ、橋の上からしか見れんかったとこな気がする。あー、でも牛が道を塞いでいて、通れないなぁ。ブリブリー、ブリブリー。どういうことやね。効き目なーし。あ、それで避けさせようとしよったん。あ、新しい虫が。トンボ？魚かな、もしかして。頭ちゃん、なになに、なんか話しかけてきよる。あ、おらんくなった。おお、あの恐竜の一声で牛たちが逃げていった。意外にやるね。やりますな。まあ、意外にっていうか当たり前でおらんくなる気がするけどね。怖いやん。よし、これで牛たちは大丈夫。一応ちゃんとここに連れてきたんよね。ここは山の下牧場って言うんだ。つまり山の上牧場もどこかにあるってことなんだな。そういうことなん？やりますな。世の中のことはすべて上と下、地面と空、水と火のように二つで一組なんだ。じゃあ次はロープウェイの駅で集合ね。なんで先々行く？一緒に行こうよ。散歩やろ。なんでその場所その場所で現地集合？謎すぎるんやけど。これも小ゴミですか？小ゴミだね。こっちの方向よね、歩いていったのは。バッテン橋。バッテン橋も初めてか。あ、おった。おったおった。駅前ステーション。到着、到着。駅前ステーション、なんか繰り返すね。駅前駅ってこと？じゃ、今回で、歯医者さんの方向、歯医者やったっけあれ。もう、開かれるってことよね。開かれるってか、行けるようになるってことよね。ここがロープウェイの駅前ステーション。ここからゴンドラに乗って、アッソーさんの山頂へ行くことができるよ。あ、そこも行ける？ゴンドラにも乗れる？行こう。オランも？もちろん。さびれてない、大丈夫？そして、これも駅前ステーションと山頂ステーションの二つ一組なんだ。まあでも、いつもね、お風呂の時間とか動きよったけん。まあ運行はしとるってことか。二つで一組ってなかなかすごいだろ。分かってなさそうやけど。次は鉄道の駅だよ。お、動き出した。誰か乗っとんか。来た来た。一郎さんは、あ、なんかあっち側に誰かおるっぽいね。なんか腕が見えん？隙間から。ここから熊本へ行く列車が出るんだ。
さて、最後の二つで一組をご紹介。ん？あ、来た来た。兄弟ってこと？え、さ、二郎さんは？ほら、同じ顔でしょ？二つじゃなくってさ、三つで一組やんね、ここは。ブリブリーブリブリー話を聞いているのか、ちゃんと。おー、来た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 。しかし、ノーアルタカは爪を隠す。意味違くない？二度あることは三度ある。一郎です。二郎です。三郎です。三郎じゃない。子供を驚かすために二郎さんだけカタカナ寸劇をするなんて。そこだけ漢字じゃない。本当にひどい大人たち。最高です。最高なんかい。自分の旦那やしね。二郎さんは帰ったのかい？こんにちは、いい天気ですね。この辺りでは山の上に雲がかかっていないとき、しばらく晴天が続きます。晴天？満天？晴天です。晴れのことですよ。今もまさにそんな感じだし、そういえば最近恐竜が鉄道の線路を食べちゃったという噂がありますが、あれは大間違い。あんな噂は鉄道員からするとまさに晴天の霹靂です。まあそりゃそうよね。うん、でもまあ恐竜がおるぐらいやけん、それぐらいのこともありそうな気はするけど。僕たちは三つ子なんだ。びっくりした？うん、びっくり。まあでも、出てくる順番がね。二郎さん、一郎さん。二郎さん、一郎さん？あ、でもそっか、順番。そんなもんか。普通にびっくり。三人目がおったのはびっくりしたかもしれん。うん。てか、ここからはどう行けばよろしいんすかね。あー、ワープしたい。あ、今回初めてよね。どうも。うん、お主とは以前どこかで会っておるな。おー、まさかの、ちょっと記憶を残している人が初めて。オラもお主とは以前ここで幾度も会っておるぞ。不覚線番電話2番。何それ、何度も？それは本当か。本当だぞ。では拙者の悩みをご存知か。長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて誰も食べられないのでござる。ね、何それ。ありえない。それは本人もってこと？さて、甘くしろよ。この長年研究してきたカレーが辛すぎて食べられない問題。何、そんな深刻なの？これがいずれこの町の恐竜騒動を解決する一つのきっかけになろうとは。そのカレーで追い払うってこと？辛さで。この時点では誰も思っていなかったのです。てか恐竜と共存しとんじゃなくって一応騒動なんやね。なるほどなるほど。てかあの手裏剣のとこライトとかあったんや。今初めて知ってよ。なんかあるかな。違う違う違う、ベンチじゃなくて掲示板。特に何も。しんのすけ殿、ね、ありえない。俺らこれにするぞ。どれ？山桃もかける1。あ、あったんや。かたじけない。あったんや、なるほどね。はい、いただきます。良き塩梅。いただいていきます。ここはカレーの店なので赤いものにこだわりがあるでござる。これ、あ、そっか、星5つで100円。あ、この星のことをもしかして言ったやつ。あの食堂の方で言ったやつ。おし、お、ここの牛はもう常におらんくなったってことなんかな。そういうことなんかな。なるほど。じゃあ常にあっちに行けるようになったわけやね。よきよき。まだ悩んでいらっしゃるね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あのスイカを覚えたっていうのがすごい気になるんやけど、何？なんか調理ができるようになったわけじゃないよね別に。あれか？伝えたらメニューで
出してくれるようになるとかそういうことなのかな。うん、謎。